きますね。また今日ね、今日からちょっと別の環境、出張とかでやってるんで、これ一番最後の冒険家やん。ずっと言ってた、ずっと言ってた。そしたら俺がリアルで冒険家っていうか違うところ来ちゃってんのよ。だからうまくさ、ちょっといつもと声違ったりとかさ、モニターの環境でなんかすごい音ちっちゃかったりする中でどう冒険していくかみたいなことですわ。あ、コメント。ありがとうございます、ビオラさん。見てますんで、後でっていうか、また今度までに、時間があるときに返させてもらいます。見てます。見てるのを口頭では返させていただきますけど、十分、エキスパートやったかな、前のトレイルの。200何位とか、あんま良くなかったんやけど、十分ですと言っていただきまして、ありがとうございます。いや、うわ、なんか電車の音とか聞こえてる。やりづらいけど、俺はチャリンコ乗っていきたい。なんか飛んでる虫。最後の冒険いきます。うわー、冒険やな。あ、最後こういう感じの木倒れてるとか、そういう感じのところから生かす感じなんや、最後って。どうなんかなっていうのはあったんや、やっぱ最後って。こういうとこも行くんかな。あ、行くんや。行くな、今の間も。行かんのか。行きそうやけど行かんのかな。あ、本当にあるよね。俺、これで今思い出した。岐阜思い出した。昔のナビってさ、すごい、今の Google のナビでもさ、若干怖い道通らされる時あるけど、昔もそうで、一番やばかったのは岐阜の山奥に一方通行の砂利道に行かされた時に、このくらいの木倒れて、ほんとこのくらいの細さやったと思う。登ってって半分雪積もってって、まあ半分じゃない、ごめん、2センチぐらい雪積もってるのにノーマルタイヤでみたいなぐらいで、最終的に道なくなってバックで全部こういうところ戻った時が一番僕怖かったなっていう木の倒れ方やな、あれ。その時の木の倒れ方です。この倒れ方。最後、あ、そう思い出した。道なくなったんじゃない、あの木が倒れてたんや、最後で。そこでタッションだけして帰ったんですけど、もうだってそのぐらい遠くに来たで、トイレもないでさ、そこのとこその木のところでタッションしたのは覚えてる。で、それですごく怖かった。タッションも熊来るんかなと思って、それは覚えてますね。そこを思い出すトレイルなんや、最後って。うわー、むずい。っていうかチェックポイント行かれない。なるほど。わあ、そこの間通ってくるやろな、多分。あそこの間通ってくと見た。このね、わあ、あの木の倒れ方はやっぱりナビ、昔のナビぐらい怖いんですけど、この石の、この間通りたい、この間通りたいな、最初の冒険では。ごめんね。 2、3分何してるん俺。ごめん。じゃあ、なんかね、今電車通ってるんやけど、電車が多すぎて、俺、田舎やんが、家は。だから、この音が慣れてなくて、怖いっつうか、集中力乱される。それは別に田舎とか関係ないから、乱されるか、ゲームやってたら。どうやってやってんの、みんな。じゃあ、都会の人は。立地が悪いんか。立地が悪いっていうことか。石の間は通れないから、ここ通ります。で、まあ、1回目の、ここかな。危ねえ、今の絶対頭から当たってんのに。1回目のチェックポイントぐらいまではゆっくり行こっか。あ、でもこれ絶対右やよね。ここバーって行った先が、どこやこれ。右のところと合ってる。こんなとこ絶対通らんと思うわ。え？あ、本当にこれ岐阜の山のとこみたいな木の置き方やな。岐阜かな、本当にあれ。で、何にもない先に目的地だけ見えてて、道はないんですよ、このナビの画面上。ナビの DVD が古いっていうのもあるんですよ。だからその自動更新とかない時代っていうかさ、DVD 新しいの買えみたいな。むちゃくちゃなんで。ここ行けるかな。ここ行けての？ここ行けての？でもあっち側に飛ばなかよね。でも一応フリーライダーがすごい記録が出ることが分かって、ああ、ここなんやっと1個。それまではずっと絶対頑張りたいと思いますけど、そのくらいまで俺ここに住んでると思うんで、どうなっていくかな、慣れるかな、このモニターに。どっちに飛ぶやん。うわ、すげえ。今のとか絶対行かなあかんのにめっちゃむずいやん、多分。あ、これはまた新しいな。飛んで逆っていう。飛んで逆。うわー、飛んで逆なんや。はあ、そうか。こうか。
これももう一回飛ぶけどね、本番は。本番一回飛ばなあかんけどね、本番は。うわー、あれってんな、ラストステージ。ラストステージかこれ。そうやな、ラストステージやな。うわ、え、乗ったの今。え、あんな細い乗り物今までなかったんですけど。え、これ乗るの、すらおもろ、めちゃくちゃおもろいし、ここ回れる、こうやって冒険家回れて左行ける、左行けるぞこれ、めちゃくちゃ楽しいやん。こうか、あれ、こんな落ち葉見たことないな。あ、これ乗るやん。うわ、乗り物なんや、あれめっちゃむずいやん、これ細いな。いや、これ乗れんって、乗り物じゃねって、あれ、これは長いことかかるぞクリアまで。だからこそ面白い最終ステージらしいぞ。乗り物乗ってねえけど、なんとか降りれましたんで、このまま行かせてもらいます。めっちゃおもろいな、この作りは。ぐっちゃぐちゃおもろいな。いや、何個も何個もトレイルをやってきたからさ、16個やけど、15個やけど、だからやっぱり面白さが伝わりますよね。大切に大切に進めてきて、ほとんど全ての動画にコメントいただいてありがとうございます。ちゃんと声入ってるかな、これ。ちょっといつもよりボサッとなってるけ、なってたらごめん。ここ通れるやな。なるへそ、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 なるへそか、今の。どこ、あそこ絶対通れるな。もう一回、ちょっと一回やり直します。ここってこっそり、ここ通るの。あ、こっそり通れた、こっそり通れました面白い。こっそり通って、こっそり通って、あ、あそこにも木ある。あ、ここはチャレンジ、チャレンジじゃない、チェックポイントなんやな。めちゃくちゃ楽しいやん。うわー、ここでも絶対降りれると思いますね。感触的に降りれないとダメですね、ここは。あれ、降りれんのかな、絶対降りれると思うんやけどな。新しいチャリンコ買おうか俺、そろそろ。あ、買ってない、そういえば。新しいチャリンコってどういうチャリンコだろう。ここ飛んだかんパターンのやつなんや、あれで。なんでやろ、これいけそうで、これいけんのけ。もう一回だけ試すね。じゃあチャリンコ買うで。あー、なんかいけそうやった今、むずい。一回こっちから回ろっか。でも絶対いけない、あんな道あったかねってな。なんかの方法があるはずや、探ろう。うわ、ジャンプしすぎたら頭当たるところが初めて、このゲーム上で初めてあった。すげえ楽しい。あー、すげえ楽しい。一回だけ置いてみますね。おう、そういうことですね。来たね、組みつけたね。もう最近近道っていうよりは、なんつうの、難しい、難しい道っていう感じやね。近道はもう見えてる、見えてるけど難しいっていう道やね。あ、めっちゃむずい今のも。あー、飛んだ。早く行きたい気持ちでごめんなさい。はい。ここは斜めに行くとか分かった。あー、そこに岩、石あるんか。ごめんね。こうなんやね。分かった分かった。あの、一個前にさ、すっげえスピード出るとこあるやん。あそこもそうやって、峰を通っての、そういう感じやったよね。ここ手前だよね。OK、OK。で、今のも手前曲がりたいね。もちろん曲がりたい。手前曲がったらこのまま縦にも行けそう。縦にも行けそうね。
縦に行けるんってこういうパターンってわかる？あ、え、休憩所？何あの奥から来るパターンってややこしいっていうかすげえ。あ、行けるけどフリーライダー用やな多分。フリーライダーじゃないとチェックポイント飛ばしましたって出るんで、でも多分あの上行けるはずや。左上ね、左上の近道は行けるはず。フリーライダー用、そこら辺も学んだのも全部このトレ、この山やった。最後になって分かった、チェックポイント超えていく、超えていっちゃってるところ今まであったんじゃないと思ってたけど、一回もそれはなくて、あったとしたらフリーライダーやから行けてたってことも学んだんでした。カクカクするけど、ここ通りたいな。休憩所こんといて、逆にもう結構走ったから。何や今の、何や今の、休憩所でもなく広場や、単なる広場あった。あれ何ここ、これ道な、何これ、これは通常ルートかな、もしかしたらただの広場に俺が迂回してきただけで通常ルートかな。すげえ降りてきた。あの暖冬の時に下だけ雪が積もってないパターンの下や、これ上は積もったけどのパターンの。あそこに滝も綺麗、そうそうそう、コメントで滝綺麗、前回ね幻想的な滝のところの走るところがあったんですけど、それについても綺麗っていうコメントいただきました、ありがとうございました。すげえ楽しいな、俺これもう早もうアップデート出んかなこのゲーム、ありがとうございました。よっしゃ、ちょっとビギナーの今11分かかったんで降りるのに、まあ遠く1分あったけど10分かかってるんで、ビギナー降りるときに2分40秒ぐらいかな、これ2分40秒ぐらいならいいかなとかって思います、いけるかなとかって思いますけどね。2分40秒かな、2分、ほらほらほら2分40秒またそれはいいか、クラッシュ回数関係ない、じゃあ行きやすい。これ2分40秒かなって思いますってすごくない？もう山、いろんな山見てきたから、いろんな山見てこう、みんなも失礼いたします。あ、失礼いたします。